今回はね、マジックを披露したいと思います。この帽子には何も入っていません。でも私が手を入れる私と、がこうやって手を入れると、中からね、粉が美術で作った陶像が出てくるのです。はい。もういいよ。あれ、なんで帰ってきたの？まあ、マジシャンが帰ってきた。もう一個披露してくれるのかな？ あ、逃げた。はい、これは佐藤くんの後頭部です。近づくな、こっち見んな、こっち来んな。行きますわ。相変わらず、佐藤は漫画に夢中です。漫画化して、答えたっちゃ答えたが、全くリアクションはない。これについてどう思う？そこが佐藤君のいいところ。これはなんだ、この漫画。今流行りの進撃の巨人だ、9巻だ。いいね。おっしゃ、これを佐藤に返してみよう。返してみる。痛いらしい。さあ行け。他はいる？いる。はい。あれ、もう一つ。じゃあ佐藤くんの肩を。誰得だこの動画。佐藤くんの肩を、はい、ちょっと良くしたいと思います。じゃあ佐藤くん、はい、拡散希望を中国語で言うと、拡散希望。じゃあ拡散希望を英語で言うとどうなるの？拡散希望。じゃあ拡散希望を日本語で言うと、せーの、拡散希望。本編スタート。スタート。砂糖よ砂糖、この世で一番美しいのは何だ？私だ。砂糖よ砂糖、この世で一番ドヤ顔毎日してるのは誰だ？私だ。この世で一番毎日白ジャージと黄金と黒のジャージを交互に着ているのは誰かな？私だ。砂糖よ砂糖、一番怖いゲームなんだ？拡散希望。